よいしょ。はい、皆さんこんばんは。今回はね、シーズン22の武器ランキングやっていきましょうか。はい。まあ、今シーズンね、まあ、みんなどれが強いのか、どれが弱いのかみたいなのはまだ定まってないと思う。始まって1週間ぐらいか。まだ。まあ、僕なりの武器ランキングがもう出来上がってるっていうか、まあ、今作るのでね。はい。ちょっとどうなるかを見てもらえればなと思います。はい。じゃ、まず P20 だね。P20 はアキンボにできるので、迷うなぁ。まあ、B かなぁ。あ、ちなみに S が最強。まあ、ぶっ壊れ。A が強い。B 普通。C が弱い。まあ、D が、あ、クソ弱いですね。はい、簡単に言うと。まあ、P20、まあ、キンボン B に入れときましょうかね。うん。この武器は、近距離でしか強くない上に、当たらないことが多い。なんていうか、キーマーパッドでも。どっちでもちょっと当たらないことが多い。当たったらめちゃくちゃ強いんだけどね。ちょっと安定性に欠けるので、B かな。RE45。RE45 は弱いね。まあ、クソ弱いまではいかないかな。R99。キャラパケ武器になりました。R99。R99 弱いですね。なんで弱いかっていうと、これは使った人はわかると思うんですけどね。威力減衰があって、だいたい R99 を撃つ距離のダメージが10とか11なんだよね。だから今までとあんまり変わってない。14ダメ出る距離で使うことがあんまりないんだよね、R99。で、反動とか、レレレの速度とかもちょっと変わってて、すごい扱いにくい武器になってます、今 R99。なので弱い部類ですかね。C に入れときます。301。301は別に強くないです。はい。強化で弾3発増えましたけど、弾3発増えたでも、DPS は変わってないんで、このゲームってやっぱり DPS が一番重要なんで、301はまあ、弱いから普通になったって感じですかね。まあ、前よりかはやりきれる場面が増えたなっていう感じです。スピットファイヤー。まあ、普通かな。弱くはない。ホップアップもできたしね。G7 スカートは強いね。うん。強いと思う。オルタネーターも、まあ、ディスラプターなくなったっすけどね。僕的には扱いやすくてダメージも出しやすいので A です。ここちょっと意外かもしんないけど。モザンビーク。アキンボモザンビーク。まあ、強いね。ぶっ壊れではないかな。正直。ハンマーポイントがついたら S のポテンシャルはあるんだけど、まあ、強い部類かな。アキンボね、結構ね、当てられない人が多いです。はい。強いんだけど。難しい武器になってるんで。まあ、理論値出したら S なんですけどね。まあ、ちょっとここは後で変えるかもしれない。とりあえず A に入れときますね。マスティフは S。ぶっ壊れ。うん。もうこれが一番強いね、このシーズンは。ピースキーパーは、まあ、ディスラプターなくなりましたね。まあ、ぶっ壊れでもないし、普通。まあ、前のシーズン確か普通とかに入れてたけど、B とかに。まあ、今シーズン A かな。ピースキーパーは。ディスラプターはなくなったけど、やっぱりショットガン自体の当たりやすさが、だいぶ改善されたので。A ですかね。はい。センチネル。まあ、S のまんまかな。何も変わってませんね。遠距離に関してはこいつが、ずっと、S ですね。長物。ロングボウは弱いですね。ロングボウの距離は、だいたいセンチネルか、チャーライとか、ヘムロックでいいです。はい。チャージライフル。いや、チャージライフルなどうなんだろうね。俺、強いと思ってるんだよね。でも世間一般の評価からしたら、多分ここら辺に入るんだよ。まあ、間とで B かな。強いけど当てられる人が限られてる。ウィングマン。6発だよね。
6発なんだよな。 B だね。弾が増えたら、角膜がつけたら A になる。サディサティリピーターは強いです。この武器に関しては、まあ使う人減りましたけど、やっぱり中距離の弾持ちの良さとかダメージとかノックのしやすとかノックのしやすさとかはやっぱりずっと安定して強いです。プラウラーは、プラウラーは強いね。まあこいつ何も変わってないからね、特に冷凍の速さだけなんで。ダメージ35の35じゃないわダメージ15の威力じゃないわ、相談数35なんでずっと強いままですね。ヘムロックは強いまま。まあ前はここだったけどね、 S。 今は A かな。カーが個人的に熱い、結構。カー個人的に熱いけど、まあ、B かな。強い武器では、ちょっと難しい。A と B の中間に入れたい。まあ、B に入れておきましょう。ハボックは S ですね。なんだろう。まあ、腰打ち弱体化っていうすごい痛手の弱体化が食らってるんだけど、運用の方法を変えれば問題ない。近距離でも覗いて倒せば問題ないですね。腰打ちを使わない意識をすれば全然まだまだ S ですね。やっぱターボチャージャーがあることによってだいぶ変わってる。ターボチャがなかったらこいつは A になる。ただし、ホップアップがあるだけでだいぶ上に行きますね、まだ。ディボーションは S。言わずもがま。トリプルテイカー強い武器ですね。うん。腰打ち精度、弾持ち、威力、どれを取っても平気以上。ボルトは強いままやね。ボルト何も変わらないね、特に。あ、はいはいはい。ネメシスは強い武器になりましたね。ヘムロックと、まあ、ヘムロック、まあ、昔はこうだったけど、ヘムロックが落ちちゃって、今はなんか強い武器が多いって感じかな。まあ、ここちょっとね、後でもう一回作り直すっていうか、最後に整理整頓はしますけど、はい。で、フラットラインは強いね。正味今シーズンなレースに入れてもいい。弱体化一発入ったんだけど、なんか俺が感じてるのは腰打ち精度が良くなってるんだよね、サイレントで。サイレントで腰打ち精度が良くなってる。から、ちょっと、S かな。うん。ダメージがハボックと変わらないんで、フラトラは。で、腰打ち精度が若干良くなってる。まあ俺の勘違いかもしれないけど。まあでも長年フラットライン使ってるから多分勘違いじゃないはずなんだよね。腰打ち精度良くなってるんで。S ですね。ボセコブ S。クレバー S。EV8、S。EV8 はもう、帰ってきてるだけで、デブありがたい。キャバヒから。エルスターも S ですね。腰打ち精度が良すぎるし、ホップアップがついて、まあ、ハボックより強いかな、今は。で、待って、D が、クソ弱い武器がなくなっちゃった。いや、でも、クソ弱い武器なんてないな、多分今シーズン。いい感じのバランスは取れてるんじゃないかな。まあまあ、前まではね、この P20 がこことかにいたけど、あと 3-1 とかか。使ったら不利になる武器だったよね、確か D は。まあ、使ったら不利になるような武器は今シーズンはないかな。だいぶそこら辺は調整入ってますね。はい。まあ、こんな感じですかね。で、ちょっと S が多すぎるか。ぶっ壊れが。だってマスティフぶっ壊れセンチネル、まあ、起点作れるし、ぶっ壊れ。いやー、フラットラぶっ壊れで。いや、悩ましい。正直。正直、こうしたい。まあ、でも、まあ、同じくらいかな、ここの3つは。まあ、ショットガン系が上に上がってきたのは嬉しいね、やっぱり。まあ、こんな感じですかね、僕的には。ティア表 D がない。まあ、1個だけ
D に落とすとしたらやっぱ RE45 だけど、まあこいつはハンマーポイントつくしね、やっぱ D に落とすっていうほどでもないんだよな。使ったら不利になるような武器マジでないな、今シーズンは。なんかもう、普通か普通以上が多いね。うん。って感じですかね。はい。まあ完全にこれは僕の独断なんでね。まあみんなはもうちょっと違う結果になってるかもしれないですけど、まあ僕的にはこんな感じです。武器ランキング。はい。まあ今シーズンね、301使ってる人結構多いけど、結局こいつはダメージが上がらないとずっと B のままかな。相談数はあんまり関係ない、正直。最初の 10発15発で変わるからね、結局。はい、じゃあこんな感じでした。キャラランキングも、まあ気が向いたらやります。はい。じゃあお疲れ様でした。